アッセンブル、こんにちは、どうもエルライトです。本日もねランク戦やっていきましょう。で今日はまあなんか企画するというわけじゃなく普通にランク戦なんで、まあ、僕がベラベラ喋るだけなんですけど、まあもう来週からというか、11月に入って11月入るとプロスピはねアニバーサリーが来るということで、皆さんどうですか？アニバーサリー引く引かない、まあいろいろあると思いますけど、僕はですね第1弾の方をちょっと今考えてます。はい、というのも第1弾のラインナップちょっと出しておきましょうかね。はい、こんな感じです。第1弾で僕、山田選手と坂本選手、宮西選手、ここはねちょっとトップ3で欲しい選手なんですね。でその他にもまあ楽天のマー君だったりだとか、あと千賀さん、ちょっとね能力が上がってるんで欲しいっていう部分では第1弾の方が僕は狙いが多いんですよ。で第2弾はこんな感じです。出てるかな、多分出してると思うんですけど、第2弾はね正直由伸、ギータぐらいなんですよ狙いは、個人的な狙いはね。もちろん当たったら嬉しい選手はいるんですけど、まあなんか即戦力というかになるのは由伸、ギータぐらいかなって思ってるんで、第2弾の方はもうスルーしようかなと思ってます。はい、ここは確定でスルーすると思うんですけど、第1弾をねすごく今悩んでるんですよ。無料で10連引けるやつも来るじゃないですか。なのでそこでもし坂本選手、山田選手、宮西選手が出たら多分スルーすると思うんですよ。なんですけどそこで出なかった場合ガチャを引こうかなみたいな、めちゃくちゃ久しぶりにガチャをちょっと考えてます。はい、というのも僕のオーダーなんですけど、セカンドとショートだけが4000未満なんですよ。セカンド浅村さん使ってるんですけど、こちら3800を使ってるんですね。で代打でまあ出すんですけど、そうなんですよね、代打の枠も落合さんとかここも3800なんで、そろそろちょっと4000以上に切り替えたいなって思ってるんで、山田選手ちょっと狙いたいなって思ってます。でショートもまあ坂本選手使ってて、僕の坂本選手は3900の、ベスト9の時のね、この今出ましたけど今打ってる坂本選手ねをずっと使ってて、で坂本選手はまあ3900あるんで、まあ、なんとかなるかなって思ってます。はい、正直別にってなってくるとやっぱりセカンドが急務かな。であと宮西選手はちょっと怖いんですよ。これからどんどん能力が下がっていきそうな感じが個人的にはしてるんで、早めにちょっと取っておきたいんですよ。で僕の持ってる宮西選手3700なんですよね。なのでそろそろちょっと更新したいなということで、宮西選手もちょっと狙いの候補として挙げてるって感じですね。まあそんな感じです。なのでまた無料の10連の結果次第なんですけど、まあまたそこで決めたいと思います、アニバ引くかどうかはね。でまあダルセレがあるからちょっと悩んでるんですよね。イチローセレクションは僕スルーしたんですよ。スルーしたけど城島選手当たったんで累計で、ここはもう全然 OK なんですけど、ダルセレはねちょっとねリアタイ必須級のなんか人たちが選ばれそうな気もするんですよね。なのでちょっとそこまでに本来だったら貯めておきたいんですよ、エナジーは。消費あんまりしたくないということなんですけど、アニバもアニバでね、特殊能力がなんか変わるらしいですね。特殊能力も変わるし、やっぱ60連でね確定で欲しい選手1人っていうのは魅力的なんですよね。そこでちょっと今揺らいでます。はい、まあそんな感じです。僕の11月は多分悩みに悩む感じになるかなって思ってます。はい、なのでまあ皆さんも今後来るガチャとかね、まあいろいろ考えてちょっとエナジーは使わなきゃいけないのでね、皆さんもまあ決めてるかどうかわかんないですけどね。はい、まあ我慢する人は一緒に我慢して、聞くときは神引きね一緒にしましょう。ということで
ランク戦の実況をめちゃくちゃ放棄してたんで戻りましょう。っていうかもう1回裏終わったのか。オッケー。さあ喋りながらちょっとやってたんで、相手ピッチャーのりもとさんでしたね。全く気づいてませんでした。 A なんか落ちる球多いなとは思ってましたけど、のりもとさんでしたね。さあ行きましょう。のりもとさんは何でしょう、あの金子選手みたいな感じで、そんなに苦手意識はないっすね。うん、まあ、回転に慣れたらあとは打てるんで。はい、うん、ストライクか。オッケーオッケー、ナイスボーナイスボー。まあ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 、今悩んじゃった。今のは悩んだ。いいとこから落とされたね。うん、まあ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 、しょうがない。はい、なるほどね。まあだんだんね、本当に前の動画でも言ったけど、バッティングは復活してきてるから、全然今はなんか大丈夫なような気がする。え、ちょっと待って。まあ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 、一旦待とう。なんか変なところで切断する人は故意じゃないような気がするからね。一旦待ちます。あ、やばいやばいやばい、水飲んでたわ。いやー、まあ30秒ぐらいで帰ってきましたね。オッケーオッケー、ということでやっていきましょう。はい、よし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 、入らんかったけどまあいいでしょう。さあ4点目、なんならちょっと強制目指したいけど。さあブーマーさん行きましょう。さあ次は、これはもういいよね。これもう濃いでしょ、さすがに。もう待たないよ、ごめんね。これはもう押させてもらいます。ということで、2試合目行きたいと思います。はい、ということで第2試合やってきましたよと。1試合目がまあああいう形だったんでね、まあまああれなんですけど。おお、バントかい、びっくりした。まあ、こういう作戦の人もいると。まあ1回表何にもなかったらカットしたいと思います。多分大丈夫だと思います。オッケー。はい、ということで1回表無事にね、ゼロで抑えることができたので、1回裏攻撃やっていきたいと思います。はい、千賀さんね、スプリーム持ちの方ね、 OK です。最新じゃないもんね。うん、最後、うわー、3球ともそこはちょっと効いてないな。うん、まあ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 、バッティングは大丈夫、もう大丈夫だからね、自信あるから。うん、ちょっと待って、インハイしか投げてこない、もしかして、もしかしてインハイ。あ、じゃなかった、全然違った。あー、なるほど、アウトコースも使うようになった。なんだ、なんか独特な配球しますねこの人、面白い。僕が絶対しないような配球する。うん、さあ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 、フォアボールでランナー一塁。まさたかさん、左バッターの場合はどうやって配球するんだろう、ちょっと見よう。あー、ちょっと、なに、嫉妬打てんって。いや、マジで嫉妬打てんな俺。あー、まあ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 、ヒットなだけマシか。うん、さあ、まあ嫉妬はね、うん、しょうがないとして。いや、この人高めのストレート好きなんかな、結構投げるよね。うん、オッケーオッケー。さあ次狙っていくよん。スリーボール、これもどうだろう、歩かせられる。あー、フォアボールか。さあもうなんならコールド勝ちしたいよ。うん、さあ行くぞ。いやー、それをなんで振った今、バカだなー、下手。これは打つ。いやー、まあ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 、オッケーオッケーオッケー。帰ってこい帰ってこい帰ってこい。よーしよ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 し。さあ、スリーランで終わらせます。あ、スリーランじゃねえわ。ツーランで終わらせます。あ、城島さん今チャンスついたね。動画でチャンスついて、城島さんは初めてなんじゃない?動画は。さあ、これ打ちたいよ、城島さん。いくよ。はい!いや、入る入る、切れるな。オッケー。あざした。